政子殿は一族も思い出も失った。あの方が生きている限り、俺も生きねば。連綿と続く一族の家紋、俺の代で絶やすわけにはいかん。 叔父上、お達者でしょうか。百合が母上のために植えた花だ。幾とせも世話をしてくれていたのだな。巴にはもう無用だ。求めるものは見つかったのだろうか。ここに堺陣を弓取り石川定信の弟子と認める。<笑>これで晴れて弟子入りだ。あなたの息子になることを ずっと夢に見ていた。ユナの小刀、刃は錆びている。壊れておらぬのが不思議だ。いつか吹き方を習う約束だ。これで互いの無事を確かめられる。最後まで忠義を尽くしてくれたな。<笑>甘い匂いがするが、太刀にも勝る武器だ。 お前が生きておればな、酒を飲みながら語りたかった。賢治の秘蔵の酒、怪しいものだが、いずれ酒を酌み交わしたい。軍馬と弓と太刀があれば生きていけると思った。 鍵縄ができるまで策を繰り返したような。よく励んでくれたのであろう。ありがたい。一族の墓所で拾ったもの、枯れてもなお美しい。もうこの次は本土の武士、 追われる身となろうとはな。ジン、いい隠れ家だね。あんたに合ってる。受け入れねばな。今や堺家は滅び、俺は罪人となった。志村様のこと聞いた。追っ手が来るかな。叔父上ではないが、誰かに追われることになろう。とにかく生きててよかったよ。 藩を殺して蒙古軍には長がいなくなった。これで本土は安心だ。だが兵は残っておる。島から出られぬ以上土地を奪おうとさらに気負っているはずだ。戦は終わってないんだね。忘れないで、あんたが対馬を守れ。忘れるわけがない。そうだね。これからは二手に分かれようか。蒙古を退けるのも手早く済むだろうからな。また会おう。それまで達者で。ああ、達者でな。
近くにいるぞ。やはりこの近くにいる。